飯泉神社は、愛媛県西条鹿島山に鎮座する神社である。旧社格は豪社。神門は抱き稲束。太古代の寄せが旧発祥の神社である。上古に、磯野神社の御祭神、仏国しこり別名の孫である、時分家王が、食物の神、丘の御玉の命を創始するとともに、この地に早くから住んでいた、先住民が祀ってきた国魂い学び目を尊んで、 合わせて祀ったのが神社の起源である。その創始の頃、おそらく道後の家に来られた、中愛天皇と神宮皇后が、現在の社地である島山に立ち寄られ、反茂している神木のくぬぎにて釈を作り、鎮魂祭をなされた。その時の神楽歌が、島山にくぬぎ高巻宇さ美つ使へ祀るは、おほい皇達である。五祭人の一柱である、時分王について、社記によると、 日比の岳彦の姫のブビメが、日本穂高との間に、佐ぬき国綾やう軍に座す、ブラゴーと、伊予国神の軍島山号に座す伊予別君の二人の、息子を、お海になったとある。また、滋賀県恩城寺小像の脇系図では、時分家を、磯野神社のご祭人仏国しこり別名のお孫としている。とともに、日本三大古系図とされている古くは、くぬ神社との名称で呼ばれ、 くぬぎつ稲荷大名人として信仰され、島山里の人々の農耕を守護する神として祀られた。なお社地をくぬぎつ丘といい、くぬぎつの名は古代よりこの丘にくぬぎの木が繁茂していること、昔は海水が丘のあたりを巡り、船着き場を形成していたことに由来する。当地方は渦、以下は室川一市の河川が海に流れ込むところで、田松、 船屋等の港に関係する地名が多い。天正13年、小早川高影の四国生伐による戦火、また安政年間の火事により社電および社砲が消失した。唯一残っている、社器には、末尾に、法暦2年12月3日、京都の新党官僚、吉田家の生命印象があり、国ぬについて、万葉集刊16にある長井ミキーが、 警視に遊んだ時の即興化を乗せている。明治5年近代社格制度の導入に伴い社格を新居群島山号の合社とされた。ありがとうございます。